検問の様子検問とは違反や怪しい点がないかどうかを問いただして調べることである。一般的には警察が犯罪捜査や治安維持、交通違反の取り締まりなどのため通行人や通行車両の点検を行うことを意味する。警察による検問はその目的に応じて主に3つに分類できる。交通の取り締まりを目的とする交通検問、犯罪の予防、 検挙を目的とする警戒検問。現に犯罪が行われた後に犯人を確保する目的で行われる緊急配備検問である。日本において検問を行う任務につくものは各都道府県別の警察官である。検問の方法として対象を絞り込むことなく無差別に行う検問を一斉検問という。自動車を対象とする検問は自動車検問という。 これらは排斥し合う概念ではない。例えば、具体的情報に基づかず、一般的な危険としてのテロリズムを未然に防ぐため、各国の要人が集う国際会議場の周辺において、無差別に自動車を停止させて行う検問があるとする。これは、目的からすれば、警戒検問であり、方法からすれば、一斉検問であり、対象に着目すれば、自動車検問である。 ある検問が職務質問として行われるならば、その根拠は警察官職務執行法2条となる。例えば車両の検問中、急に交代あるいは展開したり、停止に応じないなどの不自然な行動から、何らかの犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由が認められる場合には、その時点で警職法第2条を根拠として、職務質問としての停止を行うことができる。 しかし、対象となる人や、自動車の外観上、不審な点が認められない場合に行われる、検問は、職務質問ではありえず、根拠規範も、軽職法ではありえない。ある見解は、警察法2条1項に、検問の法的根拠を求め、最高裁判所も、交通一斉検問について、同様の立場に立つと主張する。これに対しては、相手方が任意で協力する限り、 特別の法的根拠は不要であるとの見解もある。校舎の立場によれば、最高裁が行政法学上の基本的概念である、組織規範と根拠規範と混同しているとは考えがたく、上記最高裁決定は、問題となった検問が、警察法2条1項所定の交通の取締りに含まれることを確認したに、過ぎないとする。地域警察運営規則検問所は、 幹線道路における都道府県、堺その他の要所にもおけるものとする。2、検問所の地域警察官は、検問所において犯罪の予防検挙等の活動を行うものとする。3、検問所勤務の検問においては、通行中の自動車その他の車両を停止させ、運転者、同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取り締まり、 等に当たるものとする。4. 第18条第1項の規定は検問所勤務の立場番について、同条第2項の規定は検問所勤務の見張りについて、同条第4項の規定は検問所勤務の検問、立場及び見張りについて、第26条の規定は検問所勤務の待機について、順用する。交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、 かつて警戒するとともに、所願届の受理等に当たるものとする。二、交番勤務の見張りにおいては、交番の施設内の出入り口付近に位置して、椅子に腰掛けて警戒するとともに、所願届の受理等に当たるものとする。三、交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番または駐在所の施設内において、所願届の受理等を行うとともに、 書類の作成整理並びに装備資機材及び施設の点検整備等を行い、合わせて外部に対する警戒に当たるものとする。4. 全参考の立場、見張りまたは在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常または不審と認められる事象の発見及び、 真相の究明に努めなければならない。自動車経路班勤務及び自動車経路体勤務の待機においては、指定された場所において、事件または事故が発生した場合に、直ちに出動することができる体制を保持しつつ、経来用無線自動車、無線機器その他の装備資機材の点検整備及び、書類の作成整理にあたるものとする。飲酒検問とは、運転者が酒酔い運転。 酒機帯び運転をしていないかどうかを確認する検問であり、交通検問の一種である。アルコールチェッカー、または警察官の嗅覚を利用し、運転者の呼気や車内のアルコール臭等の状況から関案して、酒酔い運転、酒機帯び運転が疑われる場合には、用意されている機材を用いて、呼気中の正確なアルコール量を測定する。アルコール検知量が規定値を超えれば、 酒酔い運転、または酒気帯び運転により検挙される。警察官の嗅覚による確認の場合は、法律上に良い,い検査なので拒否しても問題ないが、機材を用いたアルコール呼気検査を求められた場合、道路交通法第67条第3項、車両等に乗車し、または乗車しようとしている者が、 第65条第1項の規定に違反して、車両等を運転する恐れがあると認められるときは、警察官は、事項の規定による措置に関し、その者のが体に保有しているアルコールの程度について、調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼の気の検査をすることができるに基づき、強制検査となり、拒否した場合は検挙の対象となる、重大事件が発生した場合、 現場の周辺付近で検問を行うことがある。死亡引き逃げ等の場合、事件発生時刻前後に実施し、目撃者等の情報を得るために行うことがあり、その際、情報提供を呼びかけるチラシを運転者に配布することもある。また、容疑者が逃亡中の場合、身柄確保を目的とした検問を行うこともある。対向車線に立った警察官が運転席の様子を観察し、 シートベルトを装着していなかったり、運転中の携帯電話通話を行っていたら、対向車線の手前で監視している。警察官が無線で奥で待機している巡査に報告し、違反者を停止させ検挙する方式である。スピード測定器を設置し、スピード違反の取り締まりを行うことを、ネズミ取りと呼ぶこともある。成田国際空港の検問所要人来日などの警戒状態において、適宜要所において、 検問を実施することがある。成田国際空港では、テロリズムや空港反対派への警戒のため、開港から2015年3月30日正午までの間、すべての空港敷地内入場者に対して、常時検問を実施していた。ありがとうございます。